仮入部とは、学校などで部活動を始める上で、どの部に入りたいかを決めるためにある部を見学、または、しばらくの間、実際に活動をすることである。本入部の待機後にあたる言葉である。期間は1週間ほどで、1つ以上の部で仮入部をして良いとなっているのが、一般的である。本入部と比べると、活動内容が乏しく、活動時間も短い。 放課後に行われるため、入部を希望しない生徒はそのまま下校する。実際に活動ができる部が多いが、音楽部、吹奏楽部などの音楽関係の部活うち数個は、活動ができないこともある。美術部、演劇部などは活動できることが多い。仮入部した生徒は、ある部に入部するとほぼ決まっている生徒の中には、同じ部に何度も訪れる、いわゆる、常連の仮入部員もいる。 仮入部期間が終わると、各生徒がどの部に入部したいかが聞かれ、本入部となる。ある部に希望が集中した場合は、第2希望、第3希望と聞かれる。中学校や高等学校では主に入学して、すぐの1年生が部活動に入る時に行われることが多い。この場合、小学校の頃に入っていた部活動と同じ部を真っ先に見学する生徒が多い。時には、 転部しようとしている生徒が成績不振を理由に入部したくても入部できないため仮入部となる場合もある。仮入部期間には生徒集会や部活動中により多くの生徒に入部してもらおうと各部の部員や顧問がアピールする。具体的には集会では活動内容について説明したり活動中には仮入部員と会話したりする。ありがとうございます。